と？それに何か聞こえないか？お、あそこの遺跡からだな。あ、あの砲塔団たちが誰かを閉じ込めてるんじゃないか？逃げようなんて思わないでよね。相手を間違えた。断罪の名に酔い。あ、ここだよ。助けてくれてありがとう。あの報道団たち、そこのスイートフラワーをいじるついでに俺にまで暴力を振るってきて。楽勝楽勝。そんなに感謝しなくてもいいからな。わかってる。ちゃんとお礼は用意するよ。いいえ、君のおかげで助かったんだから。俺はリーユエコー明星祭の供給業者モータンだ。普段は山で骨董を探してるんだが、まさか砲塔団と同じ遺跡を見つけるとは。ふっかり奴らに閉じ込められてしまった。恩人様、何か必要なものは？骨董、貴重品、俺が持ってるものなら何でも。おや？どういうものを？プレゼント用の箱はないか？綺麗なやつ。お菓子を入れるんだ。もちろんさ。骨董業者たるもの、箱は必需品だろ。明星祭には七国でも一流のギフト箱があるよ。店主には俺から言っとく。時間があるときに店に取りに来ればいいさ。よかった。アイシングスライムの箱はこれで解決だ。聞いたわ。彼を助けてくれてありがとう。うちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの。彼に何かあったら私の商売もおしまいだわ。さ、この箱自体が骨董品でね、140年以上の歴史があるわ。綺麗にしておいたから。これでいいかしら。おお、すごく素敵だ。そうだ、他のものも見ていいか？ええ、品物は棚にあるからどうぞ。旅人、この大きい銅管すごそうだよな。これをボール代わりにしてかき混ぜたらきっと美味しいお菓子が作れるぞ。できた。唯一無二のアイシングスライム。ゆっくりと箱に入れて粉砂糖をかけて。ここに摘みたての花があるわ。一緒にどうかしら。やったー、完璧だー。よし、オイラたちの栄光と富を箱に入れたぞ。行幸に会いに軍玉閣へ行こうぜ。ジュエリーは品切れ中だが珍しいものもあるよ。言われた通りだと確か。こんにちは。月は売ってる？はい、数はどうします？それは言えない。
正解です。ここからどうぞ。お二人は行幸様が本日招待したお客様ですね。その通り。けど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号。待ってたわ、絶雲の間から帰った人。わあ、行幸だ。はじめまして。プレゼントを用意したんだ。気に入ってくれると嬉しいな。私に？どうも。招待したのは私なのに、かえって迷惑だったかしら。そんなことないぞ。ひひひ。この宮殿の位置は全ての山よりも高く、ここからリーユエコーの全貌を見ることができるわ。商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた。天柱院になった後、凄腕の職人たちに依頼して増築を続け、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も今やリーユエ上空の月を覆い隠すほどになった。そして、いつか七国を覆うことになると、私は信じてるわ。軍玉閣に登れる客人はそう多くない。セピュロス騎士団の代理団長は、手紙の中であなたを褒めてたわ。だから、あなたがリーユエに着いた日から、私はあなたを探した。何？そしてあなたたちが防御旅館に着いた時に、あなたたちの動向を把握した。まさか、オーナーって七星の部下なのか？違うわ。防御旅館の者全員、私たちの部下よ。奇襲記のところで、そうよね。ずっと上で見てたのか。こんな距離から盗み見はできないわ。地獄の働きよ。あなたたちに興味がある、関心を持つのも当然よ。ええ、仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのもわかる。今回は誤解を解くために招待したの。魔人戦争は聞いたことあるわね。かつて魔人が数多といて長い戦争があった。たくさんの血が流れ、2000年前に戦争は終わった。テイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、七神の時代が始まった。古雲閣は見えるかしら？あれは自然にできた景観ではなく、帝君が戦時中に投げた岩の槍よ。岩の槍の下には、七神の座を手に入れられなかった、かつての魔人が封印されてる。魔人だけでなく、俗世の七七星も死ぬことはあるわ。帝君の逝去はリーウェにとって想像できないけど、テイワットの七神は、崩れない。
次の眼神が現れる。けれどテイ君のことは忘れないわ。その時リーウェの人々と仙人の関係はきっと昔とは違うでしょう。新たな時代でもリーウェ七世はテイ君の民よ。テイ君に歯向かうなんてするわけないでしょ。あの日のこと、あまりにも突然で対応しようがなかった。その場にいたならわかるわよね。七星の敵はとうにリーウェ港にいる。厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して敵の行動に牽制を仕掛けたの。その敵って誰のこと？さあどう思う？ああ、謎謎でもしてるのか。正解よ。外の景色は綺麗だけど、高い場所にいるとやはり風が強いわ。さあ二人とも中へどうぞ。楽にして、我が家のように思っていいから。いいのか？ええ、ここに招待したのはあなたたちと友人になりたいからよ。かしこまらなくていいわ。ん？これが伝説のあの壁か？あら、知ってるのね。講談師が言ってたんだ。その壁の紙はみんな欲しいってさ。その壁にはリーウェの秘密があるからよ。商売人は秘密を知りたがるもの。でも旅人、リーウェ商業の秘密はあなたにとって意味ないものよね。あなたは特別。あなたも理解してるでしょ。できれば信頼してほしいの。もし私と国政のうち信頼できる相手を選ぶなら。国政を選ぶわよね。それくらいわかってるわ。気の強すぎる彼女が七星になっても私のフォローは必要だと思ってたけど、仙人の時代は終わった。リーウェ七世さえもそれを受け入れなければ、リーウェの未来はどうなる？と、彼女が言った後、私の心にあった迷いは消えたわ。確かに、帝君の逝去は七世にとって有益ね。でもリーウェのためには、七世三奪のデマに縛られてはいけないわ。ええ、さっきからあなたは私の意図が分かってるのね。情報を封鎖し亡骸を隠したのは形勢を安定させるため。モンドのようなことは避けたいの。ファリュイは帝君の死を理由に外交の一線を越えようと数多くの暗躍をしているわ。私もリーウェのテンチュエンとして本気で抵抗しないと。操船儀式を許可したのも七星がリーウェを全面管理するための時間稼ぎ。もう、七星が儀式を許可したのはオイラたちを利用して目的を果たすためだった。
リの言った通りだな。そうだ、目的を果たすといえば、言ってもいいか？構わないわ。手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけど、どうかな？いいわ、素直な人は好きよ。あなたたちにはたくさん迷惑をかけたもの、そのお詫びとしてここから好きなものを一つ選んでいいわ。やったー、待ってたぞ。オイラが欲しいのはあの壁にある紙切れだ。そんな目で見るなよ。あの壁の紙切れはたとえ爪の大きさでもすごい金になるんだぞ。それが丸々1ページだったら、想像できないほどの大金だ。選ぼう、一番大きいやつだ。ん？選ぶまでもないな。一番大きいページは一番目立つ場所にある。よし、これだ。ふむふむ、何が書いてあるんだ？ん？丸をつけられてる場所ってまさかお宝？それかお金になるチャンス？どれどれ？金器滅却、何なんだ？ファデュイ研究コピー、お宝じゃあないみたいだな。ファデュイが金器滅却の札を秘密裏に研究してるって書いてあるぞ。もうファデュイは裏で悪いことをいろいろしてるってさっき行幸も言ってたよな。でも金器滅却の札の研究も悪いことなのか？そういえばお前も金器滅却の札を持ってたな。調べてみるか。え、そうなのか。じゃあやめた方がいい？ふむ、つまり行幸への不信感が募るほど彼女の言ったことを調べる必要があるってってことだな。ちょっと理解できないな。行幸は優しい人だと思うぞ。でも今はお前の言う通りにしよう。勝利と合流する前にこの資料に書いてある場所に行ってファデュイに探りを入れてみるか。